ートレース若夏の八王シリーズ第1戦、西日本スポーツ杯ナイター王決定戦、初日メインカードを迎えました。ドリーム戦第12レースです。1号艇福岡の石川真嗣、2号艇群馬の柴田光、3号艇愛知の佐藤大輔、4号艇愛知の坂本博人、5号艇東京の杉山隆弘、6号艇福岡の石倉陽子です。枠なりに並んでいます。1号艇は石川真嗣、3月丸亀の優勝から5節連続の優出中です。その勢いのまま初戦きっちりと白星上げました。1号艇石川の陰線です。2コースは2号艇柴田光、下関桐生と連続優出中の柴田、初戦は落水のため失格となっています。さあ巻き返しの2コース戦、3コースは3号艇佐藤大輔、近郊平和島戸田と連続のファイナル進出を決めています。4コースに4号艇坂本博人、角コーモーターです。5コースは5号艇杉山隆弘、そして6コースパワー光ります。6号艇は石倉陽子、初戦白星ゲット。体形3対3インから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。ドリーム戦第12レース、インから1号艇の石川、角から4号艇の坂本出ていく、1号艇石川逃げる、4号艇の坂本まくっていった、6号艇石川のまくり差しが届いていく、6号艇石川と4号艇の坂本の先頭争いです。スタートは前提正常でした。2艇が抜けました。6号艇石倉と4号艇坂本の先頭争いです。その後ろは3号艇2号艇1号艇変装、まずは先頭6号艇石倉が行く、4号艇坂本の差しでしたが、先頭は6号艇石倉陽子です。2番手が4号艇坂本博人、3番手は3号艇の佐藤がリードしています。その後ろは1号艇2号艇5号艇、レースは2周目、1枠トップターは6号艇石倉、2番手は4号艇坂本、さっと6号艇バランスを崩しましたが、先頭はキープしています。2番手は4号艇坂本です。3番手は3号艇の佐藤です。その後ろは1号艇石川、2号艇柴田、5号艇杉山となっています。2枠トップターは6号艇石倉陽子です。2番手が4号艇坂本博人、3番手3号艇の佐藤、上の3艇643です。レースはこれより最終周回です。ドリーム戦第12レース、トップに立ったのは6号艇の石倉陽子、1周1幕では6コースから鮮やかなまくり出しを決めていきました。6号艇石倉がトップ、4号艇坂本が2番手、3番手は3号艇の佐藤が向こう正面です。上の3艇は6番4番3番の体型です。この643、3連単の図は 252.4 倍を指しています。6コースから勝利です。6号艇石川陽子が最後の直線コースドリームを制していきます。2番手が4号艇坂本、3番手は3号艇佐藤です。先頭6番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、1番2番ゴールイン、5番ゴールイン、以上全艇ゴールインしました。